こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、初めての釣りに向かっております。私の車じゃございません。友人がですね、釣り好きな友人がおりますので、連れてってもらう感じですね。で、今川かな、どっかちょっとよくわかんないんですけど向かってる最中でして、最近はコロナウイルスの影響でなかなか遠出ができなかったので、こういう機会にですね、日帰りにでもね、外に出れるっていうのは嬉しい限りですね。で、今回はですね、ダイソーで、私初めてなのでダイソーで、釣りの道具っていうんですかね、を揃えまして、そちらで挑戦して、で、まあ無理だったら友人の釣り具を借りて釣りをしてみようかなと思います。まあちょっと暗いので、どれだけ動画が撮れるかっていうのは分かんないですけど、行ってきます。何その咀嚼音、すごいんだけど。あれでしょ、ちょっとメタル、ちょっと重めのやつ、メタルバイブ、なのかな、なんかとりあえずなんかお前中古屋とかで、あタップ、はい、タップ出会い系を始めてみたはい、今駐車場に停めました。なんかもうすでにですね、さっきから釣り人を見かけて、友人たちは非常に焦っておりますね。いい場所が取れるかどうかっていうのが大事みたいでね。ではちょっと私も行ってきますね。もうすでに結構釣り人の方々がいるみたいで、今場所をどうしようか悩んでますね。はい、というわけでもう結構本当に場所が埋まっちゃってるので、ベストの場所が取れなかったらしいですけれども、その近くで一旦やることにしたみたいですね。さっき他の釣り人の方がね、結構でかい魚釣ってて見せてもらいましたけど、取り損ねました。では用意しまーす。はい、私の持ち場完成しました。はい、今回使う道具ですね、ダイソーの投げ釣りスタートセットと100均で買った浮き矢、その他諸々ですね。餌だけパワーイソメありますね。ちょっと全然やり方わかんないんで、教わりながらいろいろ組み立ててやっていきます。これを見ながらセットしていきます。はい、用意はできました。手伝ってもらいましたけどね。ただ糸が細すぎて、さっきね結んだだけで切れちゃったので、おそらくこれもう使えないんじゃないかなと思いますんで、少しやってみて無理そうだったら友人の竿を借ります。ではやってみます。ダイソータックル、はい、飛んだね。飛んだないでしょ。どこに飛んだか暗すぎて全然見えないですけど、楽しいですね。すでに楽しい。後半なんか竿ごと投げちゃいそう。今私が下手っていうのもあると思うんですけど、30頭、2、30頭したんですけど、糸がね、絡んでね、一気にやる気なくしてます。これどうしたらいいかわかんない。なんか一回切るしかないって言われましたけど、どうしたらいいかわかんない。頑張ってほどくか。ほどこうかな、じゃあ。下がった。はい、なんとか絡んだのほどいてですね。まあ糸がだいぶ減っちゃいましたけど、私ならおそらくこの短い糸でも足りると思いますので、これで続けてみます。投げた瞬間にもしかしたらもう足らないっていう可能性もありますけど、やってみます。はい、ちょっと今日のあいつとは相性がね、このルアーだと相性悪いみたいなんで、こっちの青光りした方に変えようかなと思います。これだとちょっとね、浮きすぎちゃうんで、こっちで少し沈めようかなと思ってます。じゃあちょっとこいつを遊ばせてみます。
やっぱ買えてよかったですね、ルアーね。1投目でもシジミアサリ取れましたね。明日の朝ごはん味噌汁ですね。はい、2個目ですね。調子いいかもしれない、もしかしたら。この後立て続けに3つ目もいけたらいいな。はい、3匹目ほんと絶好調ですね。あれだけいた釣り人もですね、一人もいなくなりましたね。結局今のところ何も釣れず、もうちょい粘って終わりですね。はい、私はですね今寝掛かりしちゃいまして、もういい時間になってきたのでこれで終了とさせていただきます。まあ、このダイソーの竿すごい使いやすかったので、この竿で、釣れるまで今後は挑みたいと思っております。はい、では帰ります。はい、というわけで終わりました。3人とも無事釣れなかったですね。まあまあまあこんなもんでしょう。釣れないね、うん、これね結構釣れる気しなかったわ。でも、ま、周り釣ってた人いたね。周りいましたね、いましたね。ちょっと意外だったな。まあ、またね、すぐ釣れてもあれなんでね。そうだね、そう、はい、何回か行って やっと釣れたぜっていう感覚がね。そうだね、やっぱいいってね。諦めないでダイソーの釣り竿で頑張りたいと思います。というわけで今回の動画はこちらで失礼させていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、概要欄からよろしくお願いいたします。では次回の旅で。